皆さん、こんにちは。ロンリーボーイスセッション、ケニー、木村でございます。今日はですね、スイーツについてのお話でございます。はい。ここにありますのが、えー、カヌレというですね、フランスのお菓子ですね。これがもう最近は、あの、ブームというか、えー、流行っているそうなんですけども。いや、実は、このカヌレ、私昔から大好きなそのお菓子なんですね。 基本的にですよ。そんなにスイーツにはもうもちろんおじさんですから興味なんか全くないんですが。でも、このカヌレだけはずっと昔から好きだったんですね。今日はですね、あのー、この用意しましたカヌレ、えっ、ー、と、ファミリーマートで購入したものです。両方とも。えー、こちらがですね、いわゆるカヌレですね。こっち側はそのカヌレをこう、アレンジした、えっと、ものになっておりまして、 えー、外袋で言いますと生カヌレケーキという風に書いてありまして、えー、これが147円そしていわゆるカ,ルカヌレですねこれがいくらだっけなえっ、ー、と221円ということでございます、えー、ではですね、えー、なかなか、まあ、あの売ってなかったんですけども、あのー、意外とこの小さい割にはずっしり重めなんですよね、えー、いただきます うん。カヌレだ。美味しいです。まあ比較的ですね、甘さはどっちかって言ったら抑えめというか。で、この、いわゆる側の部分。これが、まあ特徴といえば特徴なんですね。ちょっとカリカリしていて。で、中の部分はふわっとしている感じで。まあなんとなくですよ。私のイメージですけど、こう、プリンを、 ギュッとしてパンにしたみたいな、えー、そんなイメージではあるんですが、今日はですね、徹底的にカヌレのお話をしていきたいというふうに思います。え、カヌレをですね、私が知ったのが、どれぐらい前かなもう20年以上前、30年近く、前だと思いますけれども、えっ、ー、と、その当時、私の、お まあ自分でやっていた会社が新橋にオフィスがあったんですね。で、新橋の、えー、今なくなってしまったんですけど、カラス森口というところの、えー、入り口の左側にパン屋さんがあったんです。いわゆる、えー、焼きたてパンの店みたいなね。で、あの、お店の中でも、こう、飲食ができるという、そういうスタイルのパン屋さんだったんですが、そこで、えー、カヌレを結構置いていたんですよ。で、何気なく、本当に何気なく、なんだこれやと。 で、普通のパンよりもちっちゃくて、値段はまあそれなりに高かった。でも、えー、200円台だったと思うんですね。で、えー、まあ試しにと思ってそれを買って食べてみたら、あれこれ美味しいよねと。そのお店はですね、結構他のパンも美味しいお店ではあったんですが、まあそれからかな、まあ毎回とは言いませんが、えー、3回に1回ぐらいそのカヌレを、 えー、そのお店で買うようになったっていうのがもうスタートになるんですね。で、全く、えっ、ー、と、そのカヌレってものがどんなお菓子かなんてことは、当時はですよ、もう知りませんでした。まあ、当時付き合っていた、あの、彼女にですね、そのカヌレを食べさせたら、あ、これ、カヌレでしょ、知ってるということで、えー、いろいろその子から教えてもらったんですよね。この、 カヌレの由来みたいな。で、ちょっとですね、あの、ちゃんとした由来をお話をすると、えー、これはですね、フランス南西部の、まあ、いわゆるワインで有名な、その、ボルトというですね、えー、地方。えー、ここにある、うなんだろうな、女性の修道院まあ、日本で言うと、天山さんのお寺ですね。そこで、なんか赤ワインを作ってたらしいんですよ。修道院の中で。 で、その時に、あのー、卵を使ってたらしいんですけど、なんで卵を使ってるかちょっとそこはよくわかんないですけど、なんか卵黄が結構、あのー、ワインを作る製造過程の中で余っちゃった。だからそれをなんかうまくこう活用できないかっていうことで、小麦粉を入れてね、なんか、 パンというかケーキというかなんかそんなようなものを作ってみようじゃないかってことで、えー、スタートしたのが始まりだと言われています。もう本当にこういう由来なんつうのはね、諸説ありますというような話なんですけども、なんかそういうことらしいんですね。このですね、カヌレという名前の由来なんですけども、えっ、ー、と、カヌレという言葉は、その、身が、溝がついたというような意味があるらしいんですね。で、まあ修道院なので、えー、こう、カーンカーンって鳴らす、その、釣り金がありますよね。 で、その釣り金に形がちょっと似ていて、そこに溝が入ってるっていう意味で、なんかどうやらカヌレという風に名前がついたらしい。で、実際の正式名称はカヌレド・ボルドという名前らしいんですね。ボルドの溝がついたやつっていう意味ですね。で、カヌレの原材料になっているのは、いわゆる小麦粉、それからまあ卵黄、バター、まあ、 お砂糖も入っていますし、そこにラム酒とかバニラみたいなものがこう加えられているということらしいです。カヌレを作る、なんか型が、まああるんですけども、今はね、あのそういう型がありますが、昔はそんな型なんかなかったと思うんですが、えー、と、焼いていくうちに、側がこう黒くうなっていく。あのー、割と、まあ甘みの部分が早めにこうちょっとこう焦げちゃったりなんかするんで、それが、側がこう、 黒くなってって、え、でも中はこう、もちもちっとしたっていうようなところが、やっぱり最大の特徴ということですね。で、ちょっとアマゾンを調べてみますと、そのカヌレを作る、いわゆる型みたいなものが、え、売ってました。で、作り方自体はですね、そんなに難しい話でもなさそうなんですよ。 カヌレのですね、ちょっと、レシピを簡単に紹介をすると、えー、いわゆる薄力粉ですね、えー、小麦粉、それから、えー、牛乳、グラニュー糖、お砂糖ですね、それから、えー、と、卵、で、特に卵黄多めっていうことなので、卵を3個使って、えー、1個分は白身を入れてもいいんだけども、2個分は卵黄のみをこう入れるぐらいな割合だと思います。それからバター、蜂蜜、ラム酒、それからバニラの、まあ、 エッセンスっていうのかなそういうものであるとか。と、あとはですね、えっ、ー、と、最後にこう、パラパラパラっとこう、粉砂糖をかける感じであれば、そういうものを用意していただくというような感じですね。えすごく乱暴に言うとですね、まあまあ、薄力粉の中に、えそれらをこう全部ぶっこんで、で、えー、型に入れれば、 そのまま焼けば出来上がりというようなものなんですが、まあ丁寧にですね、やりたい方はですね、まあ多分インターネットあたりを調べていただければ、それなりのものが出てくると思います。簡単な割にはですね、結構この食べた時の感動みたいなものがあったりするので、一度、そうだなケニーズキッチンでもやってみようかな といてことは、アマゾンであの、カヌレの型を買わないといけないかな <laughs>、というふうに思っております。えー、さて、もう一個、ファミリーマートのまあ、スイーツコーナーで買ってきましたけども、おまあ、いわゆるカヌレをアレンジしたものですね。生カヌレケーキという名前が付いておりますが、まあ、側が、いわゆるカヌレなんですよね。 で、えー、真ん中にこのクリームが入っているというようなものでございます。まあ、なんとなくですけども、味の想像はつきますが、えー、食べてみたいというふうに思います。うん。しっかり下までクリームが入っていますし、先ほど食べたカヌレと基本的には同じです。 で、こっちの方が値段安いんですけど、あの、ずっしり感というか重さもあるし、クリームが加わってるので、絶対こっちの方がお得な気しますね。普通のさっきのカムネルよりもうん。美味しい。ちょっとですね、しばらく、こいつはハマりそうな予感がします。今日は こんな感じで、おじさんのスイーツコーナーでございました。カンドレー皆さんお試しください。それではさようなら。<laughs>